よし、じゃあ今日もね、サバイバルやっていくか。ってことで、やっぱまずは、鉄でしょう。いたいた、鉄。あいつ多分、マイクラ界で一番俺のこと憎んでるからな。よう、いて!ありがとうよ。ということで、なんと今回は、死ぬたびに強くなる世界にやってきました。いつもなんかゴーレム、俺に利用されてるなぁ。やばい、めちゃめちゃ豚がこれに興味津々なんだけど。これじゃあ見せてあげるよ。どんなものかね。えい。さあなんとこんな感じでネザーポータルのようなものを出すことができるアイテムをゲットしたね。今ゴーレムが俺のこと倒してくれたから。ということで、はい、この中に入ると、なんとこんな感じでやられた回数で、なんとアイテムを変えます。この死んだ回数が増えれば増えるほど強いアイテムをゲットできるというわけで、まあ、まずこの1デス目。これで変えるアイテムは、インフィナイトトーテム。無限のトーテムって意味だし、ほら、なんか、無限って書いてあるじゃん。まあ、なので、多分これを片手に持ってると、無限にやられることができるらしいね。で、次は、じゃあ何です?あ、次5ですで、このサボテンの部屋が買えるらしい。で、まあ、ここら辺ね、たくさんアイテムあるんだけど、じゃあここら辺見てみるか。50です。やられすぎじゃね?ここで50ですだったらさ、これ何回やられればいいんだ、今日の俺。これちょっとゴーレムだけじゃ力不足かもしれない。ということで、トーテムをゲットしたんで、ちょっともう一回ゴーレムに殴られに行ってくるか。まあね、せっかくだし、ゴーレムに気分転換させてあげよう。いつも、やべ、やべ、え、2体来てる恨みを持ったこの奥方に来てもらいました。いてーあーやめてあーやめてあーやめて、すごーい、え、あ、帰ってきた。いやでも、多分このトーテムがあれば、連続で何回もやられることができるんだな。いや、ゴーレムたちもなんか気持ちよさそうだったもん。俺になんか恨みをぶつけられて。あー!やばい!連携してる!うわ!痛い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 !すごい打ち上がるじゃん!あ、ちょ、もうやめてください。ちょ、前が見えない。さあ、あ、危ねえ。これ以上やられるとさすがに持たないわ。いやでもすごいね。これ本当に何回でも生き返られるね。うん。いや、逆になんか苦しいけどね。これのせいで。ということで、はい。じゃ、まずは、この、5デスのサボテンの部屋みたいなやつゲットしよう。はい。ちょっと、なんか可愛いキャラみたいになってる。ちょ、え、これはどういう感じだ?あー!ほら、あ、サボテンを被ってるから、常にサボテンに当たったダメージを食らってるね。あ、こうやって動くと食らうのか。すごい嫌な装備。え、ついでにマグマも組み合わせるとどうなる?はい。あー!すごい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 !いてててててあああああ熱い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 、やられすぎやられすぎ、やばいやばいやばい、はい、オッケー。じゃあこれで25です。うん、え、何でやられた。あー、そっかそっか、サボテンか。痛い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 、早く外したーい。はい、これさ、外せんの。はい、あ、外せるわ。外すと二度と頭につけられなくなったわ。そんなにこれが怖かったんだ。さあ、ということで次はなんだ。あ、20ですだから変えるね。まあ、凍る雪って、ん?どういうことだ?雪よりさらに凍るのか。まあ、でも意外と早く20デスまで来れたな。次50ですか。その次200デス。うわぁ、ちょっと、これさ、本当にそんなにやられることはできるのか。ということで、ちょっとじゃあフリージングスノー行きます。なんか大釜に雪が入ってるけど、どんな使い方するんだ?えい。いてー!音すご!うわぁ!とんでもない勢いで!何回やられたんだ?いてててて、すごい凍結してるんだけど、一気に10回ぐらいやられるっぽいね。えい。いたた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 た、これやばいこれやばい、すごくないこれ。もう、びっくりよ、俺も。ちょっとこれさ、ちょ、ゴーレムくんたちにも体験させてあげたいな。これでもさ、ゴーレム食らうか。えい!食らわないんだ。頑丈な体だね。村人は?うわ、違う!俺だけだ!俺、まあ、確かにね、俺実際ね、寒いの苦手なんだけど、でも1秒で普通に3回ぐらいやられてるけどな。なんなら今普通に段差でやられたしな。よし、帰宅。次はなんだ?これ、花火だって。え?花火 TNT をゲットした。これ50です。え、これでやられる未来が見えない。花火ってだって本来、綺麗なもんだもんな。え?どんな感じでやられるんだ?てか、これ果たして何回も使えるのかな?火打ちしないけど大丈夫か?えい。うわー、うるさー。ちょっと待って。やられる速度が速ければ速いほどとんでもない音になってる。うわー、これやっ、やばいわ。いくよ。あー、やばいです、やばいです。いやー、え、
もう200回やられるじゃん。え、これ1秒ごとに何ですしてるんだ俺は。ということで、はい。あ、なんかこれが生ぬるく見えてきたわ。さあ、じゃあ次はちょっともうちょっとね、楽なやられ方したいな。ということで、スーパートランポリン。え？トランポリンで何回もやられる未来が見えないんだけど。なんか、そんな凶悪そうには見えないけどね、この手持ちも。え、ちょっとじゃあ次も見てみようか。次は500デスで TNT レインって書いてあるけど、これ絶対やばいでしょ。もう TNT の雨だね。え、もうだんだん倍になってきたな。え、さっきより激しいやられ方があるのだろうか。ということで、でも今ね、全然思ってみればワールド移動してないんだよね。この村の前だけで終わりそう今日。ということで行きまーす。あらかじめ音量は下げておいた。はい。おお、え、あ、え、楽しいじゃん。え、うわえ、マシなやられ方になった。いきます、ビヨーン。で、このトランポリンが着地と同時に爆発、すごい爆発した。え、でも一気に500デスぐらいしたんだけど、何があった？え、ちょっと待って、でもさ、なんかちょっと避けられそうだったじゃん。ちょっと避けてみようよ。えい、これさ、こうあえて横に降りる。これトランポリンは、あ、違う、もう俺の足に飛んだ瞬間に起爆スイッチがつけられてるんだな。あ、なんか見るも無残な姿になってる、ここら辺が。ただこのトランポリンじゃゴーレムは倒せないんだよね。ただこれでいきなりもう1600デスも稼いだぞ。これとんでもないんじゃない？お、待って、2個連続で買える。たまにね、こういう当たりアイテムがあるんだよね。なので、じゃあまず TNT の雨、そしてファイヤーボールの雨、雨シリーズ来たな。え、そしてさらに次、テレポートレインの雨。テレポートの雨雨になっちゃう。テレポートの雨だね、これは。え、5000ですでしょう。まあ、この2つ使えば案外余裕そうだな。さあ、雨シリーズ。いや、俺はこれ、さらにワールドを破壊する気がするんだけど、まあ、俺だけかな。え、なんだここ。あ、やべ、ハマった。さあ、じゃあこの TNT レインは、ちょっと俺さっき結構ボコボコにされたし、ちょっとゴーレムに使ってみたいな。よう、あの時二人でボコスカ殴ってた俺が帰ってきたぞ。まあ、じゃあここら辺でいいかな。使います。えい！ね、下？え？え、なんだ？あー！俺がやられ、これうるさいやつだ。あぶねー。大丈夫。先に俺が下げとく。はい。あー！痛い！え？痛！いたおお、すごい、ゴーレム倒したけど俺はやられてない。これはね、進歩したね。あれ、まだここにゴーレムがいるじゃないか。まあ、偶然ね、雨を残してたんで、このファイヤーボールレイン。どんな感じだ、いた、お、これすごい、うわー、ええ3000回ぐらい死んだぞ今俺とんでもねえことになってる。これ全部俺がやったんすか、やばいね。ということで、まあ、夜になってきたんで、え、ベッドあるかなこの村に。あ、でもそこありそう。破壊しすぎたね。ということで、あ、ちょっと使わせていただきますね。もう俺になんかすると何されるかわかんないよこれ。ということで、まあ、5000デスだったんで、次がちょっともう一回 TNT レインから爆速で逃げてみた、やってみようかな。いきます、 TNT の雨から爆速で逃げてみた。あ、でもデス数は溜まってる。ただこれで、おお、生きれる、うわー、めっちゃ TNT 来てる。でも、はい、初めて TNT の雨から逃げた人。じゃあファイヤーボールの雨からも逃げてみる。いたーダメだ。え、やっぱね、これ強くなってるね、アイテムが。あー、登るのめんどくさい。いや、でもすごいな、もう村壊滅だって。もう一気に強くなってきてるね、このアイテムたちが。いや、今でこの規模だったら最後の方どんな規模になるかわかんないよ。ということで、8335デスで帰還。あれ、てかここのマグマってさ、あ、やられられるんだ、知らなかった。あ、でもこんなの気休めだよな。もう一気にやられられる方がいいもんな、だって。じゃあ次はこのテレポートレイン、はい、購入。まあ、どの雨が一番やばいか確かめてみたいな。え、そして、え、待って、これさ、今無料で買えなかった、俺デス数減ってないんだけど、ラッキーだよし、そして次は、うわ、でも15000、ドラゴンの爆弾って書いてある、恐ろしいな。そしてその次は、え究極の死怖いって、100万デスで買えるっぽいね。いや、まあでも、えいや、これ規模上がりすぎでしょ。気になるな。まあ、でも多分、テレポートレインぐらいのレベルになると、これも1
回で1万5000ですぐらいするんじゃないかということで、まあちょっと村壊滅したんでもうちょい離れるか、まあでもどんなやつか予想するか、周りにいるモブたちを全部テレポートさせるとかいう感じかな。ちょっとじゃあ行きます。くらえ、うわー、俺かい。ちょ、もう、おー、目が疲れる。いや、使うからもうみんな目閉じててほしい。行きまーす。俺これ逃げ切るから。はい、いやーし、はい、逃げ切りました。お、すげえ、 38,595 です。今の一瞬でそんなやられたんだ。ということで、ちょっと新しく展開するか。展開、おー、ちょっとじゃあ、はい、これでじゃあ次変えるのがアルティメットです。究極の死だね。はい、ん、ん、あ、ごめん、間違えた今。俺今ズルしようとしてたな。ごめん、こっちだった。ドラゴンボムでした。で、実はこのアルティメットデスの次にさらにあそこに秘密の部屋があるんだよね。で、まあ秘密の部屋はちょっと攻撃力の高すぎるアイテムが存在します。あれはじゃあこのアルティメットデスを使ってから見ていくか。じゃあそうだな、まあ次はどうせだし、なんか砂漠とか行ってみたいな。もう多分これ TNT 系だからそっちの方がね面白いことになる。さあ、てことで次は砂漠の村にやってきました。いや、もう気づいてないな、とんでもない奴が来たということを。そして待って、え、ラクダだ。あ、ラクダって普通にいるんだ。うわ、サドルがあればな、なんか乗りたいな。これピラミッドも近くにありそうだから、そこ見てみるか。さあ、近くにあったね。もう全然今日はピラミッドが怖くないな。だってやられてもいいんだもん。そしてこのピラミッドの入り方、もう今日は俺このインフィナイトトーテムのおかげで、あ、もう全然怖くないわ。あ、これだけしか食らわないんだ、落下。はい、じゃあサドルあった。よし。これと、おー、金輪、いや、いらないな、金リンゴ。と、お、カジ型とかね。はい。すご、カジ型めちゃめちゃあるやん。まあ、じゃあここで、まあ、押しながら、トーテム置いて、あ、やべ、な、やべ、や、あ、あ、お、帰ってきた。さあ、あ、ラクダいるね。おー、すごい、ラクダに乗れるようになった。ラクダって、こうやって全身移動が得意だから、とんでもないやつも回避できるんじゃないか。ということで、ちょっとじゃあこれ使って、ラクダに乗って逃げるか。すまないな。実験でこの村、消滅させていただく。いきます。はい！ん？え？ん？え？ドラゴン！ドラゴンボムってそういうこと？え？うわー！村がー！え？すごい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 ！お！今日の目標がエンドラ討伐だったらこれでもう終わってるってこと？あ、でも、すごい、エンドラがやられる音はするんだね。へぇー。エンドラの破壊力やばー。でも、うわ、すご、あ、ダイヤだ！これなんかさ、意外とサバイバルとかにも使えるけど、まあ、やられてちゃ意味ねえか。ということで、こういう時に、トランポリンを出して、脱出！失敗！え、すごい、でももう、この、多分、フリージングスローとかもさ、あ、ほら、もう、お話にならないね。このデスの量。まあ、ということで、村、マジで誰もいなくなっちまった。まあ、じゃあ一回帰るか、これで。究極の死がこれで帰るのか。ただ、これは、はい。どういうやられ方をするんだ。今まで割とわかるじゃん。雨だったり、まあ、TNT みたいなやつだったけど、この何、ドクロって。まあ、ちょっと気になるな。そして、ちょっとじゃあ次の部屋。見てみるか。あ、この3つアイテムがあるね。これが最後のアイテム 1M、まあ、この M、 あ、これ雨シリーズじゃん。究極の雨って書いてある。この M っていうのはミリオンって意味で100万だね、まあ、つまりこれが100万だとしたら、ハウスボム 100M 1億、ハウスボム1億。え？あ、これすごい気になる。いや、でも、え、俺1億回やられなきゃいけないのか。さあ、ということで、まあ、せっかくまあなんかいい洞窟を見つけたので、まあ、ここで、次はじゃあ洞窟でやってみるか、この究極の死。はい、耐える。まあ、こんだけデコボコになってたら、どっか洞窟に繋がっているでしょう。ん？あ、ここら辺、あ、繋がってるじゃん、やっぱ。おー、すごい、開けてるね。逆にね、こういうところはね、結構硬い石だらけだから、こっからとんでもないアイテム使ったらどうなるのか気になるな。あ、いい場所。あ、ダイヤとかも全然普通にあるもん。じゃあ使ってみるか、究極のデス。ん？究極のデス？なんでそこを英語になった？今じゃあ 639,247 回やられてます。さあ、こっから
100万にたどり着くのだろうか。いや、あと40万回ぐらいやられなきゃいけない。いきまーす、せーの、はい、は？あー、なるほど、これは今までの全てのやられ方が全部襲ってきた。あー、これはまずいです。洞窟がぶっ壊れる。あ、 TNT レイン、あぶね、生き残った。おうおうおう、いや、まだやってるわ。あ、そりゃそっか。あ、ドラゴンボムじゃん。うわー、お前そんな感じで荒らしてたのか。はー、これえ、あ、大洪水だー。上が水だったから上まで貫通して水が降ってきたね。今ので100万回超えるかって言ってたけど、554万までいったね。ちょっとじゃあこれ上まで登ってみるか。いや、確かに今のはまさに究極だったな。いや、ただ規模がでかすぎて、これこの先のアイテム俺のパソコン耐えられるか、マジで。これは、あ、待って、繋がってる。うおー、海に出た。とんでもない破壊のされ方してたな。だがこれにはもう一つ、究極シリーズとして究極の雨があるんだよな。でもこれってさ、まあ、さっき全部詰め込みセットだったけど、え、これの雨バージョンってこと？ただこれね、多分とんでもない量やられる気がするんだよ。だってこれもうどっちとも1億やられでしょ一体空から何が降ってくるんだ。じゃあそうだな、次はなんかもっと破壊具合が分かりやすいように森とか行ってみようかな。さあ、じゃあここら辺で使うか。タイガバイオームの真ん中いきます。なんかやられるかな。はい、うわー、うわー、すごい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 、なんだ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 、うわー、待って待って待って、このインフィニティトーテムが耐えられないんだけど。あー、待って、でも一気に1億回ぐらいやられたな。なんかポーションみたいの降ってきてたね。はい、 やっぱね、どんどん広範囲になってきてるんだよな。ちょっと逃げ切れるかやってみるか。あ、やべ、ハマった。いや、ちょっと待てよ、これ水の中だったら耐えられるんじゃないか。いや、これ発明だな。よっしゃ、金リンゴね。あ、この時のためだったんだな、俺が爆発から耐え抜くために。じゃあそうだな、もうさらに氷の膜の下とかに行くか。よっしゃ、行きます、せーの、はい、うおー、ダメだー、なー、お、すごい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 、もう TNT がさ、どんどんさ上から降ってくるんだもん。もうダメだ、水の中でも容赦なしだ。もうこのポーションとかも、ほら、もうめちゃくちゃダメージ食らう。はい、アルテメットレイン、とんでもないね。よし、あ、下にゲート出てきちゃった。ん、なんかゲートの調子が悪い。どうだ、あ、ん、うん、ちょっと調子悪い。さあ、ということで1億回やられてきた男です。これどっちの方がすごいんだろう。ただ見た目は俺こっちの方がすごい気がするから、ちょっとじゃあ、ん、でもなんか名前同じだな、これ同じやつかもしれない。こっちも変える。あ、これはでも変えないわ。まあ、じゃあこれが実質最後になるってことかもね。よし、じゃあちょっと最後ね、試してみたいことあったからやってみるか。ここ確かね、雪山が結構近かったはず。あ、ここら辺いいね。さあ、着いた、雪山だね。ここのさ、地下に古代都市あるんじゃない？だからこの上の方から、まあ、なんだろうな、一番地下まで掘れそうなやつ、まあ、アルティメットですかな。よし、じゃあここの頂上で使ってみるか。いきます、はい、うおー、すごい、行け、ドラゴン、地中を掘り進めろ。古代都市見つかるかな。うお、すごい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 、あー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 、ドラゴン2体がどんどん掘ってくれてる。これ古代都市にぶつかったら大丈夫か、なくなってないか。はい、どうだ、あ、もうちょっと掘りてえな。まあ経験上なんかどれを使ったらいいかとか分かりそうな気がする。あ、これかな、トランポリンかな。じゃあいきます、これ一番マシな爆発な気がする。あー、どうだ、あ、待って、はい、あったー、やっぱそうだった。じゃあ一回ここに降りて、そして、はい、なんかチェストとかいろいろ見てみるか。あー、そうそうそう、ここでね、最後のやつ使ってみたかったんだよな。なんならウォーデン召喚して確かめたいまであるね。そして、待って、これさ、うん、おお、ダイヤレギンスダメージ軽減4とかある。まあ、ただこれぶっ壊れるかもしれないけどね。うわー、エンチャント金リンゴ、これ欲しかったんだよね。ちょっとじゃあいただきます。はい、これでめちゃめちゃ HP を回復させて、おそらく次ウォーデン来るね。さあ、その時にこのハウスボム、どれぐらい使えるかな。
さあ出てこい。 いや家とかが出てくんのからさ、ウォーデンは出てきて、まあ、ここら辺の方がいいかな。せーの、はい。ルックアップ上を見ろだって。あ、これちょっと洞窟に来ちゃいけないやつだったか。やばい、何が起きてんのか全く分かんない。うわあ、何が起こったんだ。うえー、耐えられない。あ、ウォーデン生きてる。ちょっと待って、とんでもない数やられてるね。あ、ウォーデン、まああんま倒すのに向いてなかったのかもな。いや、ウォーデンだったらこのアルティメットデスの方が刺さりそう。どうだ。あ、これ結構効いてんじゃない。全然わかんないけど、はい。おーっと、さあ、ん、どうなった。お、いなくなった。ってことはやっぱこれの方がダメージはでかいんだ。ということでウォーデン討伐成功。いや、まあ、じゃなくてね。さあということで、まあ、このハウスボム、なんか上を見ろって書いてあったから、まあ、ちょっとじゃあ最後ここの外でやって終わるか。じゃあ行きます。せーの、はい。ルックアップ、家が降ってくる。やばい、これは逃げられない。でか、俺についてきてない。で、はい。でもすごい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 、あそこなんか、おーおーおー、どんどん規模が広がってく。でこれはどうやら1ビリオン、まあ、つまり10億回一気にやられるらしい。あ、すごい、なんか広く爆発したね。お、すごっ、お前よく生き延びたな。まあ俺たちもう仲直りしたから。ということでね、ご視聴ありがとうございました。まあ、まさにやられた分だけ強くなるを体現したマップだったね。ということで、皆さんもぜひやってみてください。次回見てください。じゃあ一番強いのこのトーテムだろう。